にも投げる。あれから暗闇を見ると、あのフィガッタの人が私たち人間を怖がって、その中に小さくなっているような気がしてしょうがない。僕もだ。ランも。そう。もう一遍あいつに会いたいな。ええ。どこ行ったのかしら。帰るところがなくなって、地球の上を走り回ってるのかもしれないぞ。2階の窓から空き家になった隣の家の監視を続けているんだ。ええ、でももしアキラ君が怪しい隣人に気がつかなかったらどうなっていたと思う？だろうと、ダンはダンに変わりないじゃない。たとえウルトラセブンでも。ウルトラセブンの正体は私たちのダンだったのよ。